はい、それでは本日も二の国やっていきましょう。でね、前回はこの代表画決、うん、ここにね、なんかね、封じられたね、魔石があるみたい。ちょっとあくびしてんな、しずく。強そうな魔模様がうよよしとんな。もうこの辺のやつもね、グリフリーズにね、1ダメしか与えられないんですよ。グリフリーズが強すぎるのか、まあ、道中の敵が弱すぎるのかがちょっとまだ分かってない。なんだこいつ、かっこいいかな。バックアタックや。よし、隣のユーマ、あーユーマね、隣のトトロみたいな。ユーマくん、このユーマってキャラなんかあれだな、二の国クロスワールドの方でもまだ実装はされてないけど、なんか今後出るイマージェンみたいなやつでなんか見たことあるな。あ、ちょっと待って、あっぶねー、今ジョーをハートマーク出てるのに攻撃して、たまたまフォスの攻撃が外れた。ラッキー。あぶねー、あぶねー。もうね、こういうイマージェンがいつクエストのお使いにね必要か分かんないんですよ。なんかこういうイマージェンを手に入れてきてくれみたいなお使いがあるんでね、取りこぼしは許されないんですよね。よし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 、女王を中に行きますか、もちろん。でなんかね、あいつの後ろの宝箱、そうそうそう、あったあった、また女王が来た。あれ、あのホムホムってあれじゃない、モエールの森で散々俺を苦しめたスーモくんじゃない。スーモくんの進化系でしょこれ。いやマジ当時はもうゲームオーバーの連続だったな。戦闘バランスおかしすぎるだろうと思いながらやってたけど、やっぱね。あ、また仲間、ええ、ジョーボ2体目。2体目はいいかな、攻撃書。よし、当時は本当ね、戦闘バランスおかしいと思ってたけど、やっぱ丸が加入して2人になったあたりぐらいからちょっと安定感出てきましたね。もう最近はマジで負ける気がしないんだよな。よいしょ、フローズンプリン、オッケー。プリンプリン、固まったプリンとか食べづらそう。あ、ユーマくんがこっち向いてる、向いてるじゃない、あ、向かないで。日本語が支離滅裂。ちょっとね、仕事終わりに収録してるので、まあね、いつも以上に滑舌が悪いです。おっと、隣のユーマ、いやユーマくんは欲しいでしょう。なんかくん付けしちゃうな。僕の部活の友達にユーマってやついたな。隣のユーマと心が通じ合った。オッケー。んちゃー、あ、なんかオリバーにしちゃった。久しぶりガルチ、やっぱガルチはこうめっちゃ食らうな。まあガルチでも勝てるけどね、全然 かっこいいのかな。隣のユーマをゲット。お隣。また宝箱ある。宝箱の中身は白雪アイス、なんか強そうな装備とかないのかな。お、イマージェンかと思ったら雪人だった。なんだべ、後ろに隠し通路なんてないべ。いや、あ、ちょっとユーマダメだって、今ちょっと隠し通路探してたんだから。あ、すごい、ユーマと隣のユーマってあるんだね。進化したら何になるんだろう、隣だったユーマとか過去形とかになったりするかな。なんかこのユーマ強えな。あ、隣のユーマはさっき手に入れたからいいや、誰か倒してくれ。あ、味方になりたがってるやつを倒すのは心が痛むな。
よし、狙い撃ちを覚えた。で、隠し通路、ちょっと隠し通路通させてよ。ん、どないしたんや。いや、隠し通路言うてるやん。ちょっと言うまあ、どうするの隠し通路。一旦向こう行けばいいのかな。宝箱ゲット。天の息吹は。ユーマが待ち構えてる。あ、ちょっと来ないで。向こう行って。何見てんだよ。オッケーオッケー。ガンつけてやったらビビって向こう行きやがった。何見てんだよ。こっち来んなよ。で。あーでも確かにさっきのところになんか隠し通路っぽいのがありそうっていうか、あれか、あそこからジャンプするのか。はい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 、つまりここジャンプだね。オッケー。いや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 、あっぷね、びっくりした。ジャイロ止まる、大丈夫。姿が見当たらなかったけど。じゃあこっちか。で、まあ向こうに行くんだもんな。またあいつがいる。ちょっともう王女はいいや。あー、もうこっち向かないで。後ろに目がついてるよ今の振り向き方。王子じゃねえや、ジョーゴだ。大したことねえな。ヘイ、この代表可決には隠された道がいくつかあるんだべ。怪しいと思う壁を調べてみるといいべ。例えばオラの横の壁とかどうだべ。おお、あ、え、そういうこと。びっくりした。なんかコマンドとかなく本当に普通にすり抜けるんだね。んて、またいる。下に降りても先には進めねえべ。誰かが足場崩しちまったみてえだべさ。ごめんなさい。完全に僕です。先に進みたいんだべ。しょうがねえべ。そこの奥の突き当たりに突き当たってみるがいいべ。奥の突き当たりに突き当たってみるがいい。あ、こういうこと？ここのことだよね、きっと。あ、てかここさっきのとこじゃん。え？あ、なるほど。位置関係がこうなってるのね。なるほどなるほど。じゃあまあわざわざここに行く必要ないな。要は戻るときはここをすり抜けていけば楽だよっていうことね。じゃあこっちかな。で、お、ムービー。あ、アリシア母さん。お、しかもあいつはこの地ならば見つけられるのでしょうか。うむ、この魔導王の口であれば幻の古代魔法さえ封じられているのかもしれぬ。魂を救う魔法がこの奥に。その魔法さえあれば闇の魔導士を止めることができる。なんだあれは。おや、あれは、おや、ああそういうことか。親父って言いかけてんのね。いや過去の皇帝じゃねえか。本当だ、母さんと皇帝陛下がなんでこんなとこに。っていうかジャイロはまだもう普通に親父って言わないの。もうバレてるでしょその設定。ちゃうで、この人は賢者アリシア様や。懐かしいな。アリシア様？うん、そうだ、夢に出てきたあの人だ。本当にそっくりだ。あの皇帝、美しい賢者様ともお知り合いだったのか。へ、羨ましいもんだぜ。親父だろお前の。もうジャイロ、こんな時にふざけないの。てかこれあれだね、マル以外にも見えてるんだね。あ、消えちゃった。おい、何だったんだよ、あれ。俺たち夢でも見せられてんのか？思い出したで。この光景は夢なんかやない。え？もう何年前やったやろうか。アリシア様はある古代魔法を求めて二の国中を旅してたんや。さっきの二人の会話はその時のものや。間違いないで。お前、そういう大事なこと早く言えよ、しずく。ねえ、さっぱりなんだけど。まあ、要するにだ。過去の光景を幻として見ちまったんだよ。なんでかは知らねえけどな。あの人がアリシア様、母さんと同じ魂を持ってる人。
もう少し待ってて、きっと僕が助けるから。オリバー、ごめんねみんな。さあ急いで魔石を探そう。なるほどね。てかその時は雫も一緒に旅してたんでしょね、連れられてって言ってたから。え、じゃあこの道案内できるよね君。あ、これ見えざる道ありそうだな。あ、違う。あ、上見てみ、見事なつららやな。せやけどなんかの衝撃で落ちてしまいそうやな。落とせってことかな。衝撃といえば、衝撃波じゃない、ヘビーウェイト、違う、衝撃波。あ、当たった。大丈夫、洞窟ごと崩れない。これで渡るのね。 OK。 なんか下に宝箱ある、欲しい。あれ、来たはいいけどこの先何もないけど。あ、これか。あ、じゃあこれも衝撃波で倒すのかな。 MP が足りない。アップね。これさ、じゃあちゃんとここから MP 取っとかないと詰むよね普通に考えて。入り口まで戻んないといけない。ファイアボールでいいのかな。 OK。 そんな綺麗にそこだけ燃えるか。 OK。 じゃあこの先の、あ、こことここは裏でつながって、あ、ってことはこの先に宝箱あるんじゃない。さっきの下になってるってことだよね。ちょっと魔法を MP めちゃくちゃ使うなこのダンジョン。あ、自分で消しといてあれだけど戻れなくなったな。賢者の薬、へえ、賢者の薬ってなんだっけ。あ、2つ持ってた。あ、そうだそうだ、 HP と MP、 あ、あれだ、6000ゴールドで売れるやつだ。やった、金持ちだ。これで防具とかいっぱい買える。あ、またユーマいるじゃん。ユーマ強いから嫌なんだよな、この隙に。いや、マジでめちゃくちゃ MP 使うな。よし、なんかすげえ人工的な雪の道、これはたまたまじゃないでしょう。ほら、またファイアーボール使う。ボア、ミスティーチョコ。貴重な MP 使ってるからな。もうちょっとなんか、逃げろ逃げろ、ユーマは一足が遅い。 OK、 逃げ切れた。今の避け方もプロ級ですね。これもチャンスじゃないの、いけるんじゃない。あ、いけなさそうかな、いけるか。 OK、 いけた。 OKOK。 あ、でもユーマがいる。ユーマしかいないじゃんここ。ユーマの巣なん、なんかあの先、この先はなんかいけるかな。あ、 OK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 、 道になってるね。で、広いなここ。あ、ダンジョンおなじみのロボット発見。モエールにもあったし、いろんなとこあるな。こいつ前にゴーストの谷でも見たでって言って、なんなんやろうな。こっちこっちに凍ってるけど溶かして動いたらかなわんな。ほっといていくで、ほっといていくで。え、溶かしてあげることとかできないの。あ、ダメなんだ。なんだよ、あれっていつ使えるようになるんだろう。そして今2択でどんどんこっちの奥に行ってるけど、こっちなんか合ってるっぽいな。あの左行きてえな。ちょっと戻ります。で、この左下戻ってきたはいいんだけど、なんか結局同じところで合流するとか。あ、なんか向こうに宝箱ある。行こうぜ。あ、届くの、この、え、この距離届くの、めっちゃ便利だな。女神の涙、合成素材かな。で、
よいしょよいしょよいしょ。結局向こう側とここも合流するのかな。今ねここに来たんだけど、怪しいなと思ったらやっぱりここ通り抜けられましたよ。なるほどね。いやマジでここ広い。あ、これで向こうと合流した感じかな。うわ、しかもセーブポイントあるじゃん、助かる。ちょっとマジでね MP 使いすぎるし、ここしかもね思ったんですけど、まあ、確かにあのグリフリーズ通常攻撃はほとんど食らわないんですよ、道中の敵も。ただ結構ねなんか魔法とか使ってくる敵が多くて、てかもうここボスじゃない魔法系はね結構そこそこダメージ食らっちゃうんですよ。うわ、これは確かになんかあれだな、魔王の口って感じだな。じゃあボスに挑みたいなと思います。すげえ。うわ、そういう系かわいい全然怖くない。アングレイク、忠実なる氷の魔老。なるほどね、魔法の狼と書いて魔老っていうのね。だから結構その魔法攻撃の時はしっかりとオリバーでガードをしないとやられちゃいそうなんですよね。ほら通常攻撃はね全然食らわない。霊気ガードって何？魔法の防御系かな。そう、なんか向こうの大技の時はやっぱりねちゃんとガードしないと死にそうなんだよな。うん、それにしても弱いなこいつ知ってるか、獣は火に弱いっていうこと。寒いとこの獣やし効果があるかもしれんで。まあなるほどね。じゃあ通常攻撃が今完全に火属性になってるルッチとか全部倍なんじゃないの。あ、そういうことじゃなかった。魔法でファイヤーボールでいいのかな。いやー、ホストの通常攻撃の方が強い。やばい、吹雪ブレード。あ、これ、あ、ちょっと防御できなかった。やばい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 。こういうのはね結構食らうんすよ多分。ほら、うわ、めっちゃ食らった。ああいうのやっぱ忠実にガードしないと、まあしなくても勝てそうだけどな。しなくても勝てそうなのが悲しいけど。なるほどね、この子に乗って旅したいな。ワンコかわいいな、動物好きなんですよ。なんか家の近所になんか狼みたいな犬いるじゃないですか。なんだろう、ちょっと名前出てこないですけど、あれをねこの前なんか3匹連れてる人がいたんですよ、若いカップルみたいなのが。もうちょっとまあ若いカップルには話しかけづらいんですけど、もう完全におじいちゃんおばあちゃんだったらもう確実に僕声かけてますからね。かわいいワンコですね言うて。このあまりにも取れたかがなさすぎるから日常の生活をラジオ風にお届けするっていう噛みつくだけだもんな。ホスの方がよっぽど犬だからな、噛みつきまくってるから。なんだろう、向こう魔老っていうからもっと魔法使ってくるかなと思ったけど、バリバリの肉弾戦だから全然食らわねえな。このね前段もね防御はめちゃくちゃ高いんですよね。攻撃はクソほど食らわないんですけど。ナイス、オッケー、3、2、1、ラスト一発。あー、倒せなかった。守る、あ、プレーナイス。じゃあかっこよく今回は火の玉でルッチで倒そうかな。全然食らわない。どうしよう、なんか最近ねちょっとファンが強いんですよね。なんかお気に入りなんですよ、この手数も多くて。あ、倒しちゃった誰かが。あ、ニャンが倒しちゃった。
という感じですね。取れ高がなさすぎて近所の犬の話をしてしまいました。申し訳ございません。 OK、 マロウ撃破。ニャンはレベル26、ルチ23、マロ37、スバ28、ウキキ36。そう、ウキキね、ずっと進化大きになってるんですけど、ちょっと極上のねムーンドロップだったかなとかないんですよ僕。じゃあレベル37、ピクレベル26、全体18、みんな上がるな。ファン20。さあ今日から君は僕がご主人様だよ。あ、いい、魔石よりもあの犬が欲しい。あのワンちゃんかわいい。星の魔石ゲット。アンクレイクのページを手に入れた。あの犬と仲良くなりたい。みんな下がって、まだ襲ってくるかも。あれ、ほら、いつもの敵だったらさ、なんかさ消えたりとかするけど、襲ってこないよ。これ仲間になるんじゃないの。ほら、いや、もう暴れる気はないみたいやで。あ、話せるタイプだ。ああ、少年たちよ、すまない。うおー、喋った。てめえ一体何者なんだよ。我は古の魔導王様の従者、アングレイク、魔石の守護者だ。魔石の守護者、もしかしてハイネさんが言ってた。うん、王国が滅びた後も主の命に従い魔石を守り続け、どれほどの月日が過ぎ去ったというのか。だが魔石の強大な力は我の精神を徐々に蝕み狂わせていたようだ。精神を狂わせる。お前たちはこの魔石を求めていたのだろう。なんか守るっていうよりこいつ吐き出したけどな。お腹の中で守ってたの。そうなの。杖の魔石を揃えてジャボを倒さなきゃいけないの。ふっ、外界でよからぬことが起きていることは我もうすうす気づいていた。そして我の力を鎮めるほどの力だ。魔石の新たなる主としてふさわしい。なんや、えらい物分かりええやないか。ふふ、我にはわかるのだ。お前たちこそ我が主が待ち続けた者たち。主は今も。それ誰なんだろうな、魔導王って。あなたの主、古の魔導王が僕たちを。いずれ必ず知る時が来る。その時には我が主に力を示せ。じゃあちょっとアングレイク一緒に旅しようぜ。力を、我が主の思いを叶えてくれ。ではサラバ、いやいや、サラバとじゃなくて一緒に旅しよう。アングレイク、アングレイク、ワンちゃん、後ろよく見たらなんか魚の尻尾みたいになってる。古の魔導王、一体何なんだろう。まあ、あのごっついワンコは少なくとも敵っちゅう感じはなかったね。かといって完全に味方でもなさそうだぜ。たく、謎は深まるばかりだ。全然解明できてねえな。確かに。でも魔石はもらえたんだしさ、今は前に進まなきゃ。うん、そうだよね、マル。ポジティブだな、マル。ということで、じゃあ今回はこれぐらいにしとこっかな。いや、あいつどこ行ったんだろう。普段のネジロどこだろう。この辺に、この辺で住んでんのかな。また会いたいな。可愛かったな、ワンコ。なんか取り忘れたものでもあるんか。こんな物騒なとこ早出ようや。まあ確かに一理ある。はい、ということで今回はこれぐらいにしておきたいなと思います。皆さん本当にね、いつもいつも見てくださってありがとうございます。最近ね、ちょっとサムネイルも新しくしまして、まあ、過去の動画もね徐々に一新していく予定なので、お、なんかサムネイル新しくなっとるやん、タツーや、もう一回見てやるかみたいな感じでね、もう一回見てくださると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。失礼します。